はい、どうもカズワンです。そしたらゴッドイタズレジバースト99 T シャツ、ね、第3フェーズでございます。なんだかんだ言って第3フェーズまで来てしまってるんですよ。ディアーズピダーにハニバル侵食しね。なるほどね、強いですね、強いですね泣きそうですね。じゃあ行きましょう、準備完了と。じゃあ行きましょう、お願いします。最後金色のバンジュラだけやったら多分大丈夫のような気はするんよな。途中のここさえしのげば、多分大丈夫とは思われるはず全部はず、全部ね、そういうことなんです。泣きそうなんです。いけるかな、いけると信じよう。そう、これも話して戦うのが、得策やから、だから2-2で分かれるのがちょうどいいんかな。それはもちろんのことで。どこや、エイジスとかじゃなかったよな。大丈夫よな、エイジスじゃな。うわ、目の前におるやん。じゃあ、あざっす。これは上やり手に行くべきなのか。あぶねえ、回復しよう。ちょっと、あざっす、あざっす、あざっす。今、先制パンチ食らったやん、完全に。おお、魔法会社。早くね。マジ早くね。なんですか、帝王じゃなくて赤子ですか、この子は。ちょっとそれ危ないですよ。なんで破壊したん。俺それが謎やねんけど。マジでそれが謎やねんけど。やっぱ早いな、動きが早いな。おい、うわ、ちょっとスタン効果だけか、これは。でもこいつそんなに攻撃力高くなくね。でも一発食らったけど一発は食らったけど、確かに。はい、逃げる。俺逃げる。はい、俺逃げます。ちょ、しつこい。ちょっと待ってください。それまずいっすよ、あざす、ごめんなさい。あざす、ありがとう。俺何もできてない。噛みつけんかった。噛みつけんかった。ハニバルがまだ上におるから、まだ大丈夫。まだ戦っとっても大丈夫なはず。ちょ、どこ行く、どこ行ってんすかこいつ、マジでどこ行ってんすか。スタンを剥がれてほしい。早く剥がれてほしい。帝王、マジ強えわ、こいつ。後ろ足。全然ひるまんしな。おい。そう、あの攻撃がな、一番早くて嫌い。おリンクエイド授かりましたと。じゃあ、ライツイ。全然見えへんようになっただけやった。一時的に防御性能が強化されます。よっ、危ない。どこ乗っとんねん、お前。そこ乗るんなしやろ。てか、全然食らわんし。怒ったから引きずり出した方がいいかもしれん、これ。危ない。ですよね。よし、その攻撃は、もらったで。逃げろ。大丈夫。逃げすぎた。逃げすぎたね。俺逃げすぎたで。で、ぐわっとなるやろ。それは覚えとる。ちょっとごめんなさい。オラクルリザーブ思い出した。オラクルリザーブかけておいで。かけて、おわーっと、ハニバルおるよ。マジか。ハニバルと敵対してしまったと。だから、どっちかを引き連れていく必要があるわけで、ですよね。そうなりますよね。ガード。届かんやつ、届いてないやつ、ここ。マジでやっちゃいます、それでやっちゃいます。俺ハニバル行こうか、ほんじゃ。ですよね、こっち来るのをちょっと待とう。どっちか来んか、どっちも来んか、こっち来い。俺はヘイトは高くない、ヘイトは高くないんです。捕食に行ったってことは、ちょっとこれ引きつけるチャンスじゃなかろうかと。ゴイゴイ行くね。よし。こっち来るか、こっち来るか、こっち来ないか、どっちが来る。ハンニバルが来た。ハンニバルじゃない。
ディアスピタガキャ、もうちょいこっち来い、もうちょいこっち来て、もうちょいこっち来て、この辺でやりましょう。あざす。よし、引き付け完了。多分引き付けられたはず。1対1大丈夫かな。よっ、あれあんまりダメージ受けてないんだな。うわー、ちょっとちょっと、あ、防御力アップしとるからか。いや、多分そうでしょうと思いたい。はい、さあこいつを早く倒して、助っ人に行く。ライトニングさんの助っ人に行かなければならないんですが、あ、うまいこと引き付けてくれたな。あざす、あざす、引き付けあざす。うん、噛みついてと、ぐわっとなる。ちょっとこれまずいかな。あー、怒った、あー怒ったね。はい、オッケー。あ、そういえばディアスピターってあれか。大丈夫か、大丈夫かな、大丈夫かな。全然ダメージ受けてないよ。大丈夫かな。はい、オッケー。よいしょ。俺ハニバルし、あーと今渡そうとしたけど、俺渡そうとしたけど、んなことなかったと。ハンニバル侵食シュート1対1は結構厳しいやろな。あー、危ないよこれ。はい、やべえ。こんな狭いところでやります。こんな狭いところでやっちゃいますか。早いね、動き早いね。はい、痛い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 けど、あ、ちょっと待って。おー、そうそう、おー、すげえ、なんかすごい攻撃やなこれ。おー、ちょっと、あ、神のなんかなんかな。うん、神攻撃のなんか、改造版なんかなって、俺は予想する。すごいなぁ。カズさん、あれやなぁ。いろいろ持っとるなぁ。マジ尊敬やなぁ。おぉ、ずずずず。あ、ちょっと、麻痺解けるの早くね。はい、ですよねぇ。大丈夫ですよ。私、大丈夫。おぉ、カズさん、大丈夫かな、大丈夫かな、ダメージ食らうかな。ダメージ食らっても全然ダメージ受けてなぁ。どういうこっちゃ。あれかな、きっと乱戦防御つけてるんやろ多分。いや、でもこれ乱戦ちゃうな。防御最大まで振っとるんかな。あー、それか雷。うわー、もう。いや、でも確かにリンクサポートかな。リンクサポートの防御アップがついとるのは確か。こいつHP 高えな。ほんまに。よいしょ。噛みついた。噛みつきたいのよ。私噛みつきたいのよ。あー、ラリアツ。でもこいつそんなに、いや、まあ動きは速いのは確かなんやけど、そんな脅威に感じへんなーって、図に乗っとったらダメな。そこ図に乗ったらダメなんです。おい。捕食に向かった。おー、ライトニングさんもありがとうございます。もう戦ってくれて本当ありがとうございますよ。うん、入っちゃってください。もう俺噛みつくんで。うわい、ドーン。もうどんどんいっちゃってください。あー、強いな。よし、点滅入った、点滅入ったよ。よーし、よし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 、うまいこと、うまいこと、うまいこと言ってるよ。でもちょっと初戦はあんまり連携取れてなかったなっていうのは、正直あるんですけど。危ない危ない危ないよ危ないよ危ないよ。おおおお、うお、あざすあざす、カズさんあざす。いや、うまいこと渡してくれるな、やっぱり。ちょっと、おい、外れた。ちょっと、しっかり、しっかりターゲティングを取ってと。あ、ちょっと待って。そこ乗ったらあかん、そこ乗ったらあかん。そこ乗ったらお前は無敵ゾーンや。はい、か。オッケー。黒金、パワーシールド。いいね。おい、来たよ。捕食のため、離脱。あー、上かな、上の方かな。は、ライトニングさんの方が。うまいこと言ってるみたいですね。よーし、ガード。さあ、回復。よし、いいよ。連携取れてきた。だんだん連携取れてきたよ。うん。よっ。危ない。あれ、強いかな。よし、渡そう。でも全然食らってない。全然食らってないのはマジすごいな。あ、ちょっと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 、さっきから食らいまくってるから、ちょっと、暴れる、暴れる、暴れるな、暴れるなし、暴れるなし。ちょ、マジで暴れるなっつって。うん。暴れと、めっちゃ暴れと。こいつめっちゃ、うえぇ。オーケー、おーい、おーい。
はい、ディアスピター、お前はもう死んでいる、お前はもう死んでいる。よし、さあ追い詰めたぞ、ディアスピター。ガロ、あー、ちょガロ、オッケー、危ない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 、ガード間に合うか、オッケー、ほい、渡しとこう、ライツイ、ウェイ、痛いの行くでいい、痛いの行くでいい、よいしょ、逃げる、危ない、逃げろ、おお、でも大丈夫かな、うわーってなってるけど、よし、いいぞ、お、ハニバルの激凛破壊、おお、やる、おお、やる、おっと、ヒロキさんが、ヒロキさんが、スタン出てるよ、スタン出てるよ、大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かな、はい、ガード、お、ジャストガードしてる、はい、ガード、さあ、くたばれ、でも全員ダメージ出んだよ、痛い、どうなってんすか、マジどうなってんすか、おい、後でステータス見たろ、裏でステータス見たろ、どういうの使ってんのかな、と思う、よし、渡しておこう。カズさんに渡しておこう。ちょっと行ってない、行って。あー、どこかな、よし、行った。渡すで。うん、荒神捕食のため。おー、もうダメージを受けてるね。よし、行ける。行けるんです。ずおっと。ここまで行ける。あー、届かないけど、行けるかな。これ噛みつける。よし、オッケー。おっと、危ない。届かない。危ない。マント破壊してるやん。マジっすか、マントも破壊しちゃうんですか、あとどこやったかな、前足、後ろ足、中足ってなんや、俺適当なこと言いすぎやろ、バカ野郎。おー、回復出す。ヒロキさんも大丈夫かな、もう前線しとるね。もう完全に引っ張ってってもらってるからな。よし。危ない、当たりますか、あー、当たりますか、わかりましたよ、当たりますよ、いやいや、当たりますよ、っと、よっ、ちょっとホールド短いってだから、おお、どうした、あーっと、オッケー、じゃあ今助っ人に向かいましょう、よし、ちょっと回復させてと、回復しておいてと、よし、今行くぞ、ライトニングさん、うおー、カズさん、ヒロキさん、行くぞ、うおーって感じで。あ、ちょっと待って、いきなりそれをやめよう。それやめましょうや、いきなりは。あざっす。おー、取れるよ、でもこれ。これ取れるよ。うん。あ、ちょっと、ガード。範囲が広い。うん、強いね、やっぱり。これ強いわ。おい、グワッと。コテ破壊行こう。コテ破壊行きましょう。あと顔面破壊行きましょう。あ、ちょっと、こいつら全然来へんよなぁ。それだけは。うん、ガード。よし、いいよ。いい感じ。いいっすね。おぉ、ちょっと。うん。いいね。あ、ちょっと、渡しとこう。ほい、ライツイ。ほい。366ダメージ、これも一発いけるかな。よーし、じゃあこれ帰ってくるのをガードしっかりガードして、で襲いかかると、バスターが、そうか、バスターが2人なんかな、なるほどね。皆さん多分それぞれ得意武器で来てるでしょうね。小ヤンとこんなとこいけんわな。よーし、もう一発いけるかな。じゃあガードしとこう。こうガード大丈夫か。ほい、 OK、 来るぞ。じゃあ顔面を入れよう。で、さらに噛みついておきたいと。はい、OK。うん、そうか、激凛破壊したら、わりかし、こう、1対1やったら、あれなんか、有利な、間ができるから、積極的に破壊狙った方が、良さそうやな。なんか今更やけど。なんかすんごい今更なんですけど。もう一発下がるか。あんまりそっち行きすぎるとやりづらくないですか。はい、顔面がやってる。ほら、これ結構、ガードさえしてれば、なんていうかな。まあ、チャンスタイムが生まれるというか。だから、ほら、これやった方がええな。激凛破壊。さ、皆さん知ってるかな、でも。なんで激凛破壊するのかなって思ってたんかもしれんな。みんなが。みんなが。
よし、じゃあ追いかけよう。あいつの弱点属性は何やったかな。あざすあざす。えっかみんなダメージ受けてないなみたいだから、これでいいんかな。おい、来た。弱点かな、一応。全部打っちゃえ、全部打っちゃえ。おい、ダメージ加算。あ、こっち来たよね。ああ、今、とっさに、あれ俺、見失ってる。あーっと、おい、出た。出た。あのね、あの、恐ろしいパワーを持った。うわ、でもなんであれやろ、弾、回復弾打っただけで、攻撃防御上がる理屈って何やろ。俺、全然分からんねえけど。それが分かりません。渡してない。渡しとこう。うわー、危ない。顔面が破壊できない。危ない。ふわっとなる。よし。やっぱ硬いな、こいつ。顔面が硬い。よし。おい、出たよ。出たよ。あれが一発食らうんやな。うん、耐えられるかな。こっち来んなよ。はい、来てるー。あれ？あ、だい、危ない。危なかった、今。めっちゃ危なかった。はい。もうちょっと、固まってるよ。オッケーオッケー。あざす。ピンクエイドあざす。おー、頭剥がした。かっこいい。あ、もう怒り活性化してるね。うん。うわー、危ない。耐えられるかな？うん、ハンニバル侵食中耐える。おいおい、止めた。全員で止めた。これは逃げとったけど。お、点滅入った。点滅入りましたよ。あと一仕事。頑張りましょう。よし。じゃあ、噛みつこう。うん。おー、倒したー。早いー。今、なんか発光症とかいう、なんか新しいやつ手に入らんかったか、今。おー、リンクエイドが。リンクエイドがもうねえ。よいしょ。じゃあ、回復させておこう。うお、めっちゃ来る。黒煙部。黒煙部、雷水。すごいな、これ。あー、すごい。あー、なんかすごいな、これ。おー、雷水。使うよ。これは使うよ。あー、ちょっと、雷水。黒煙部、雷水。いろいろ飛び交った。はい。あー、すごいな。なんかもういろいろ飛び交いすぎて、マジわけわからんことだったりやんけい。よし、レアドアップさせとこう。リラックスしててね。うわ、レア様の、もうね、ショートストーリーが見られますよ。ショートストーリーって何やねん。お前絶対思いついてなかっただけやろ、今。ああ、ダブルですね。まあ、それはしゃあないかな。うん。はい、OK です。おお、誰も知らんかった。はい、じゃあ次回ラスト、金色のバジラ、行きましょう。はい、じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。